東京都教育委員会は東京都の教育委員会である。都教委とも略称される。東京都内の教育に関する事務を所掌する行政委員会であり、6人の委員で構成される。それまでの教育委員長は木村武氏であった。講義では教育委員会の事務を担当する教育長を含めて教育委員会と呼ぶこともある。教育委員会の事務の執行責任者であり、 事務局の長である教育長は教育委員会の委員を兼任していた。2015年4月1日から施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により教育委員長と教育長を一本化した新しい教育長が設置された。石原慎太郎と知事時代から木村武氏ら歴代、教育委員長及び横山陽吉、中村正彦。 大原正幸、昼間秀と中井慶三ら歴代教育長のもと、都立高等学校の学力向上などの高校改革に見られる大幅な教育改革に取り組んでいったことが知られている。ただし、石原と知事辞任以降は、都立高校の独自化の動きは、進学指導重点校や進学指導特別推進購入試における事項、作成問題が原則、 グループ作成問題に移行するなど変化が見られる。2019年7月1日以降の新教育長は藤田裕二。同様に2020年10月現在の教育委員は遠藤勝弘、山口香織、宮崎緑、秋山千恵子、北村友人となっている。AB 教育委員会の制度委員仕事東京都教育委員会令和2年10月20日更新。 ありがとうございます。